さよならマエストロ、騎士官の正体は、芦田愛菜？西島秀俊&石田ゆり子の夫婦役は4回目。西島秀俊、52、と、芦田愛菜、19、が出演する、TBS 日曜劇場、さよならマエストロ父と私のアパッシオナートは、14日放送の第1話が、平均視聴率が、世帯 11% 超となかなかの高発信ぶりを見せた一方で、いろいろと既視感が半端ないという視聴者の声が上がっている。本作は2019年放送の凪のお暇や2022年放送の妻、小学生になる、共に TBS 系などで知られる脚本家大島さとみ氏のオリジナルストーリー。20代の頃から海外で活躍してきた天才指揮者、夏目俊平、西島が5年前に起きたとある事件をきっかけに音楽と家族から離れ、娘、響、芦田との関係も歪なものに変わってしまったが、妻の志保、石田ゆり子からの連絡をきっかけに、子供たちと同居することになり、地元の俳壇寸前のオーケストラを通して親子、指揮者としての再生をしていくという物語となっている。地元の俳壇寸前のオーケストラに天才指揮者がやってきて、楽団に関わる人たちと共に再生していくという過程は、オーケストラ作品の設定あるあるだが、特に23年1月期放送のリバーサルオーケストラ、日本テレビ系に酷似していると話題になり、放送直後には、リバーサルオーケストラがトレンド入りする展開となった。芦田愛菜は、どこか闇を抱えた優等生の良い子役が続く。今作は、親子関係の再生が大きな軸となっているにもかかわらず、既視感を覚える人が多いのは、リバーサルオーケストラなど、過去のオーケストラ作品に設定が似ているからということだけではないでしょう。西島秀俊さんと石田ゆり子さんの夫婦役は4度目。あとは、芦田愛菜さんがまたもや元のイメージに近い優等生キャラを演じているところでしょうか。ドラマ制作関係者。5年前のとある事件に娘、響が大きく絡んでいる描写が第1話では、すでにあったが、ここのところ芦田は、どこか闇を抱えた優等生の良い子の役が続いている。昨年4月期の日テレ系ドラマ、最高の教師1年後、私は生徒にされたで、芦田さんは7年ぶりに民放連続ドラマに出演し、真面目な優等生ゆえに、クラス全員から、いじめの標的にされるという難しい役柄を演じました。シリアスで重い展開も持ち前の演技力で演じ切ったことで大きな話題となり、次回作に期待していた視聴者も多かったと思います。どう？演技力には申し分ない芦田だからこそ、もっと違うイメージの役を見てみたいという声が上がるのも無理はない。今作の視聴者からは、芦田さんは嫌いではないですが優等生すぎて、ドラマに出なくてもいいんじゃないかと思ってしまった。芦田愛菜は相変わらず心に、傷ありの繊細な役どころ専門ですね。素直になれないが次第に、親子の絆を取り戻すんだろうなぁ、という設定通りの嫌悪感。演技力あるなら初回はもっと絶望的にやって欲しかったが、元の優等生が勝ってしまったと、芦田の優等生役に対しても、触傷気味になっている人もいたようだ。唯一不機嫌な顔の芦田が楽しめるところが、今作の新鮮ポイントかもしれない。